こんにちは、すしまのソードです。はい、久しぶりにのどぐろ。実は今は対馬ではシーズンオフに入っています。のどぐろは対馬の西海岸の150メーターから200メーターぐらいの深海で水揚げされる魚です。対馬の右と左で同じ魚でも美味しさが違うんですよ。当然潮の流れ、そして食べる餌でも食味、味が変わってきているみたいです。対馬の西海岸で育ったのどぐろ、季節が10月の終わりからまた水揚げが始まります。どうかぜひ一度対馬ののどぐろを食べてみてください。よろしくお願いします。